サントリービアボール、新テレビ CM 新 CM キャラクターとしてナンバーアンダーラインアイの平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんが出演。なんでもありだ。乾杯だ、変5月11日土曜日からオンエア開始。ナンバーアンダーラインアイを起用したサントリービアボールの新 TVCM で表現された自由なビールの楽しみ方。自由を楽しむ。 それがサントリーの新商品、ビアボールの革新にある概念だ。この度、サントリーは人気アーティストグループ、ナンバーアンダーラインアイを起用し、ビアボールの新 TVCM を制作した。CM 内では、ナンバーアンダーラインアイの3人が様々なシーンで自分好みのビアボールを楽しむ様子が描かれている。ビール類のイメージはこれまで硬く、 固定観念の強かったものだった。しかし、ビアボールは、その概念を大きく覆すものだ。炭酸水で作られた自由なビールとして、誰もが自分好みの飲み方を自由に楽しめるのが特徴だ。ナンバーアンダーライン i の3人は、まさにそんなビアボールの世界観を体現するかのように、CM に登場する。リビングでくつろぐシーン。 ビーチで仲間とバーベキューを楽しむシーン、映画を見ながら夕済みするシーンなど、様々な場面でビアボールを堪能する様子が描かれる。そして、三人それぞれが自分好みの味わいのビアボールを手に、一斉にビアボー。とのエールをあげるシーンは印象的だ。単なる乾杯の場面ではなく、仲間と共に自由な時間を楽しむ。そんな雰囲気が伝わってくる。 このように、ナンバーアンダーライン愛の自然体でリラックスした雰囲気が、ビアボールの自由というコンセプトと見事にマッチしている。単に飲むだけではなく、その時々の気分や状況に合わせて自由にカスタマイズできるビールを、仲間と共に楽しむ様子が生き生きと描かれているのだ。ビールの定義を大きく塗り替えたビアボールは、これまでのビール文化にも新しい風を吹き込もうとしている。 そして、その新たな価値観を表現するのに、ナンバーアンダーライン l i という音楽シーンで新たな地平を切り開いてきたアーティストグループが起用されたのは、必然の選択と言えるだろう。実際、ナンバーアンダーライン l I のメンバーたちは、ビール類の広告に出演するのは初めてとのこと。そのため、今回の CM 出演に関しては、個人的な興味関心もあったようだ。 自分好みの一杯を自由に楽しめるって誰もが憧れるはずだと思います。そんな自由な雰囲気を私たちなりに表現できたらいいですね。と、神宮寺ゆうたさんは述べている。一方、岸優ゆうたさんは、シチュエーションによってビアボールの味わいも変わってくるのが面白かったです。場所や気分によって、 自分好みの味わいを見つけられるのが魅力だと思います。とコメント。さらに平野翔さんは、リラックスした時間に好みのビアボールを飲むのも最高ですね。映画を見ながらとか、そういった大人の時間を過ごすのにぴったりだと思います。と、ビアボールの様々な楽しみ方を語っている。 ビールというジャンルで培ってきたイメージを一新しようとするビアボール。その新しい価値観をナンバーアンダーライン愛の3人が自然体で表現したことで、よりわかりやすく、そして共感を呼ぶものになったと言えるだろう。CM の中では3人の中の良さも印象的だ。リビングでのくつろぐシーンやビーチでのバーベキューなど。 ナンバーアンダーライン愛ならではの息の合った掛け合いや笑顔あふれる様子が随所に見られる。仲のいい3人がビアボールを楽しむ姿を見ているだけでつい飲みたくなってしまいます。私たちも大切な仲間と一緒にビアボールを楽しみたくなりますね。とサントリー担当者は話す。さらにビアボールのテーマソングとしてナンバーアンダーライン愛の新曲。 No yes が起用されたことも見そらせない。軽快でノリの良い曲調が CM の世界観をより一層引き立てている。新しい価値を生み出す商品には新しい感性が必要不可欠です。ナンバーアンダーライン l i I という音楽シーンで新しい地平を切り開いてきたアーティストグループを起用したことでビアボールの魅力を最大限に引き出すことができたと思います。 とサントリー担当者は話す。まさに、ビアボールは新しいビールの楽しみ方を提案するとともに、それを適切に表現するアーティストとして、ナンバーアンダーラインアイを起用したのだ。この新しい試みが、ビール市場にどのような波紋を呼ぶのか、今後の展開が注目される。ビアボールの自由な楽しみ方を、 ナンバーアンダーライン愛の3人が存分に表現してみせた今回の CM は、まさにその出発点となるだろう。ビアボールは、これまでにない価値を持った新しい形のビール類です。炭酸水をベースに、ソーダ割りはもちろん、炭酸飲料やジュース、お茶など様々な喝材で自由に味や濃さを調整できるのが特徴です。その時々の気分に合わせて、 自分オリジナルのビアボールを作り出すことができるのが魅力です。新しい文化を創造したいとの思いからナンバーアンダーラインアイが抜擢。ビアボールを通じビール類市場の活性化と新しい飲酒文化の創造を目指しています。そこで音楽シーンで革新的な活動を展開するナンバーアンダーラインアイを新 CM、キャラクターとして抜擢しました。 三人のナチュラルな魅力が、ビアボールの自由で開放的な雰囲気を際立たせています。ストーリー仕立ての新 CM、何でもありだ。乾杯だ、変。新 CM は15秒と60秒の2本で構成されています。リビングや青空のビーチなど、様々な場所で三人が自分好みのビアボールを楽しむシーンが描かれています。 解放感と爽快感あふれるフットワークの軽さが印象的で、視聴者の気分も高まっていきます。エモーショナルな新曲、ノーイエスが CM ソングに。CM のテーマソングには、ナンバーアンダーラインアイの新曲、ノーイエスが採用されました。軽快で夏らしい雰囲気のメロディーと歌詞が、CM の世界観をより一層引き立てています。 本楽曲は5月27日発売のミニアルバムにも収録される予定で、CM での選考を広めとなります。ナンバーアンダーライン愛の3人の息の合った掛け声や、繊細な手つきでのビアボール注ぎなど、撮影現場からも楽しいエピソードが報告されています。新しいビールの楽しみ方を提案するビアボールに、ナンバーアンダーライン愛が花を添えています。 ビールのみならず、様々な飲料との組み合わせを楽しめるビアボール。その自由度の高さと、ナンバーアンダーライン愛のカリスマ性が見事に融合した、話題となりそうなキャンペーンです。ビールの新しい楽しみ方をどんな風に広めていくのか、今後の展開にも期待が高まります。